こんばんは、吉村です。さ、今日だけで5体ぐらい転移しとってて、もう腕がパンクしたわ。さあ、今回行くのは共鳴の角ドラキロス天守。こいつはね、なんか記憶にあるわ。変なね、溶かす一撃必殺技みたいのがあって、で、あとは、今回、その、星4ソロ討伐目指そうのコーナーで、初登場の、竜属性やられ特大っていう状態異常があって、あれはね、なんか、まあ、回復できなくなるって言えばいいのかな、一言で言うなら。まあ、それも、おいおい言って説明しよう。レッツゴー。あのね、多分ね、最初、キックからか。多分ね、3分持たないね。あー、これ当たっていく。そしてこの HP を見てくれ。なったね。竜やられに。これどういう状態かっていうと、まあ、スキルで回復したりとか、まあ、アイテムで回復したりが、一切ダメになってしまう。ちょ、無理じゃない？ちょっと待って。まあ、3分持たないわな、やっぱ。さっきの3連撃どう避けるんだろう。いやー、早っ。なるほど。いや、でもね、こいつね、ここだけ見たらめっちゃ強いやんって思うやん。HP がね、そんな高くないんだよね。だからこいつはちょっとぶちのめしてやりたいな。今調子乗ってっかんな。ちなみに、回復できないとき、まあ、竜やられ特大のときに、回復飲むとどうなるのって思うやん。それもね、見せたい。あー、来たね。今、竜やられ特大になってるね。このときに回復を飲むと、こんな感じで、こんがり肉を食ったときみたく。回復が毒に感じるのかな、わかんないけど。これって本体に当たりなんてないんかな。あの赤いなんかブワーってやつだけなんのかね。で、殴ると回復する吸血ってスキルも意味なくなっちゃうんだよね。まあ、でも流体性をつければどうにでもなるから、まあ流体性をつけましょうねっていう。さよなら。このブレスやばくない？今ホーミングだったよね。ちょっとさ、これ流体性とか何も関係ねえじゃん。この攻撃に全て特化した感じがいいよな。これはこう。オッケー。これはもう早くも慣れたね。問題はさっきからなんか打ち上げられる一撃必殺に殺されまくってんだけど、避け方がマジでわからん。大丈夫、ブレス、これかな。はい。ほい。いやー。まあ、そんなダメージないな。竜耐性上げたーってのもあるかもしれない。あのブレス絶対竜属性らしい。今のはよう避けた。あー、全然ヒルム。やっぱりねー、こいつあれなんだよ。やらけんだわ。ブレス、そんなとこに当たる判定あんの？モヒカンに当たったか、モヒカンに。いや、避けらんねー、これ。これをまず避けられるようになることが第一の課題だな。この技の頻度めっちゃ高いもんね、さっきから見た感じ。せめて一回怒らしたいな。ブレス、やっぱホーミングすごいし、なんか判定もやばくない？これ打つ瞬間広いんだ。これ避ける。多分さっき見た感じだと、これ多分確定で、あ、やっぱりそうだ。確定でこの行動やるんだ。ここ謎の良心だな。いや、この技は知らんけど、避けていく。え？あ、これが怒りなのか？なんか、色どす黒くなったよね。あのモーションが怒りモーションなのか、あのモーションがただ竜馬刀になるだけなのか、わかんねえ。つか、俺息臭っ。これ待って待って。俺今ありえないぐらい息臭いんだけど。いや、こいつが竜馬刀にするなら、こっちはまあ、公衆馬刀ってことでしょ？いや、3回か。危ねえ。避ける。避けるこれ。ちょーっと明けがわかんねえな、これ。どうなってんの、これ。パタパタパタ。え？今のパタパタ何？これをやる前の事前モーションか。ちょっとわからんなぁ。で、マグネットスパイクはねえ、これ、え？それは避けらんなくない？ちょっと待って、なんかこいつ、なんか
俺が死んでから無限にブレス打ってんだけど、そんなに俺に恨みないだろ。まだこれあれだ、そうだ、こいつなんか自分が打ったブレスのとこに降りると、こうやって自分で食らっちゃうんだよね。お茶目やなぁ。かなり練習して、いい動きできるようになってきたけど、未だになんかね、変なコンボ技なんかこいつ飛ぶからね、事前行動が意味わかんないんだよね。視界から外れちゃうんだもん。ズルだろ、視界から消えるのは。これはちょっとセーブしといて、オッケー。攻撃めっちゃ早いから、いや、これその近距離じゃ無理やな。まだ立夏旋風は時間あるから使わない。防御に回す。おい、おい、おい。もう一回、いや、これね、ほら、ちょっとなんかね、いや、数多すぎん。立夏旋風じゃなくて、超越撃してるから、これ耐えられるけど、超越撃してなかったら速攻だからな。で、このね、黒くなってる状態がやっぱ怒りっぽいね。怒りのモーションが独特すぎる。変な雷放ちながら急に、キチガイみたいになる。これただの方向。あ、治ったね、色。こうなってくるとね、すごい弱い。こいつは、色付きじゃないときめっちゃ弱い。撃たなきゃダメなら立夏旋風。時間切れちったー。まあ、しゃあないな、くっそ。耐えられるかな。あー、ダメだ。 HP 満タンだとね、怒ってなければ耐えられるんだけどね。くっそ、まだ練習足りないな。まあまだ初めて20分ぐらいだからな。あー、これだ。俺が知ってる時期に立つこれだよ。はい、ということで1時間半練習したんだけど、まあ無理だね。無理だね。強すぎるね。いまだに1時間半やって10分、生き残れたことがない。今まで、超越撃で、なんとかね、一撃ずつ耐えてきた俺なんだけど、こいつね、ちょっと待って。ちょっと待って。一撃ずつをね、超越撃やっても耐えらんないんだよね。これラストにしようと思うんだけど、まあ、最後に奇跡を起こしたいけど、まあ、学校の、部活の顧問の先生が言ってたでしょ？練習でできなかったことは、本番できねえね。そう。で、あとこれね、切れ味をね、落とすっていうね、とんでもない技を持っててね、まあ、これ怒り状態じゃないから解いちゃうか。これは多分耐えられる。あと、超越撃やってるから耐えてるね。あの、怒り状態じゃなければ、まあやれる。でたまーに、あー間違って、おっしゃ、やりにくろんじった。たまーにこうやって、何、隙を見せてくれるんだ。たまに出れてくれるんだけど、大体なんか一撃立つ技、一撃立つをやった後も、なんかドヤ顔で連続で攻撃してきたりして、なんか、あー、教育悪いんだなって。育ちが悪かったんやろなーって思うんだけど、これ避ける、避けらんない。これは超越撃やってなくてももともと知らない技。さあ、どうだろうな。そろそろ怒るぞ。いや、これもすごいよな。回復集団がいいね。多分この翼広げでバーのやつは確定で隙見せてくれる。いや、範囲広すぎ。これ大丈夫。これは、フィニッシュを当てる。オッケー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 。超越撃はしない方がいい。
あ、怒ったね。これが怒り値のモーションすごいよな。当てる、避ける、避ける、ダメだ。まあもうブレスはしょうがない。ブレスじゃない方がやばいんだよね。回復する暇はないから殴って回復するしかない。あ、でこれはあれだね、落とし穴になるやつで、これ判定が長くてこいつが落ちるまで自分も落ちちゃうのね。こいつが落ちちゃうとようやく攻撃できるようになるから、近づいちゃいけませんよっていうもうこの動画サービス終了後に上がってるだろうから、何のアドバイスにもならないと思うけど、チョイス切れたね。せめて10分生き残りたいな。42分か、もうなんか生き残りそうじゃん。やばい、あかん、くそー。